はい、こんにちは、スプレーアトリエでのめちゃんとベラちゃんです。こんにちは、こんばんは、ようこそ。海外で一人したことベラちゃんが傭兵、俺が海外でびっくりしたこと、びっくりしたこと文句とかじゃなくて、こんなことあんのみたいな、じゃあ一つね、ちょっと考えて、プール、温泉海外の温泉みたいな、みんなね、水着着て入るの。で、日本人だったらどうする、どうしますか。まあシャワー浴びて、まあちょっとね、普通になんかプール温泉みたいな感じ、でシャワー浴びて、ちょっと洗って、入る、40度だよ、あったまろうって感じだよね、多分ね、さあ、メロちゃんたちは何をしますか。あ、プールだー。で、暑いのは関係ない。で、いえ、泳ごう。そう、泳ぐの、泳ぐ。あとはさ、なんか高さがさ、なんか2メートルとか、そう、深さが4メートルとかもあって、どうやってのんびりにするの。だずっと俺こうやって42度ぐらいのお湯でずっとかけてた。落ちたら死ぬからね。で、その周りにみんなプッ、そう、みんなボール投げて遊んだり、よへ、遊ぼうよって。おじいちゃんおばあちゃんでもさ、もうみんなピッ、そう、ピッ、ピッ、びっくりしたね。で、俺これを使ってさ、なんて、浮き輪ね、浮き輪使ってる、使ってるね。ということで、まだまだ海外は楽しめそうだね。まだまだね、まだまだいろんなことがあると思う、もし何か海外でこんな体験したよとかあったらコメントください。ということで、楽しんでもらったらチャンネル登録とご評価お願いします。アディオスアミコ、アディオース。